はようございます、釣りこう TV です。だいぶ暖かくなってきて、夏の釣りがそろそろといったところですけども、夏の釣りおかっぱりとかで気になるのが害虫ですよね。で服一つ買ってきてみました。これコロンビア、ね、コロンビアのこんな服、まあまあちょっとおっさんがこれを着てこうランウェイしてるような、動画作ってもしょうがないと思うんで、まあちょっと、着たところとかはやんないでいいかなと思って、手元でこう撮ってるんですけども、コロンビアのですね、こうスローコンですかね、これ、あ、スローコン、釣り具屋さんなんかでも売ってますよね。ハヤブサとかから出ている防虫素材スローコンの服、テイジンが開発したですね、こう害虫を寄せ付けない成分が衣服にこう練り込まれている、こういった服なんですけども、これを買ってきてみましたよ。はい、こんな感じで、でですね、これが非常に長袖でフードもあって、ただですね、すごい薄い素材で、まあこれから暑い時期でも快適に着れるのかなって、前はですね T シャツ短パンでこう日焼けしながらバス釣り行ってたんですけどね、だんだんおっさんになるにつれてですね、この日焼け、まあだいぶもう日焼けしちゃってますけど、日焼けするとすごい体力が奪われるっていうことで、1日通しでやって、まあ2日目も釣り行くぞなんていう時に、この日焼けのせいでですね、非常になんか疲れちゃってるなんていうことが多くなってきたんで、できるだけこういった夏場の暑い時であっても長袖で紫外線をサンブロックしてですね、で釣りをすると連続した釣りが暑い季節でもしやすいな、というわけで長袖のフード付きのこういった薄いものを、欲しいな、1枚欲しいなと思ってたんですけども、結構釣り具屋さんメーカーのだと結構こうかっこいい、なんかメーカー名みたいな感じのがあって、デザインも結構トーナメントシャツみたいな感じでカラフルで派手な感じのが多かったんですけど、このコロンビアのはもう非常にシンプルにコロンビアって入ってるだけだったんで、あ、こんな感じのシンプルで使いやすいやつ一個欲しいなと思ってたんですけども、ちょうどですね、幕張に行った時にすごいセールがやっていて、 B 級品っていうことで半額で売るよっていうことだったんで、これ通常だと1万2000円ぐらいしちゃうんですけども、なんと半額だとまあ6000円で買いましたね。6000円で、前からこのスローコンって素材は気になっていたんですけども、1万円かと思って買わないで躊躇してたんですけどね、まあ半額だったらぜひぜひ買いたいということで買ってきてみました。で、いろんな機能が書いてあるんで、まず一番これですね、スローコン防虫素材っていうことで、中を見るとこう説明書きが書いてあるんですけど、分かりやすい説明がありますね。飛んできた、止まった、逃げていく、こういったテクノロジーみたいですね。これが表面に止まった不快な虫は、まあ不快な虫、そうですね、まあ例えば蚊ですよね、蚊とか触覚と足の先にある感覚でスローコンを感知し逃げ出します。まあ止まるは止まるよって、これ自体に寄ってくる、来なくなるわけじゃないよということなんだけど、まあ止まった後にあー臭いって言ってこう逃げていく、こういった機能みたいで、で3つ性能が書いてありますね。高い防虫機能と優れた対、洗濯耐久性ですね、何回洗濯しても持続する防虫効果があるということと、 UV カット機能ということですね。というわけでですね、今年の夏はこんな感じの、防虫素材のやつ、また使い心地なんかはレビューしたいと思いますんでね、買ってきてみました。こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。